泊まって休んでる時、肩とかブヨがたかってきません？ 12% から 30% になったんで、強力になったということ。白粥を10滴。走り出す前はまずはこの市販品のスプレーを使います。手作りの虫除けスプレーを使っています。で殺してください。他に行ったらアウトだからね。7時間ぐらい走ってきました。ガチョウです。僕のランニングスペックになります。まだ伸びしろがあるというふうに思ってます。今日はですね、この季節ならではの虫除けスプレーについてです。特にトレランをやられている方は分かると思います。登山道をこう登っている時に自分の体の周りをアブが旋回しませんか？それから走ってて、止まって休んでる時、肩とかブヨがたかってきません？すごく嫌ですよね。だからそれが嫌で、休みたくても走り続けるっていう経験を、された方が多いというふうに思います。そんな時に持っておきたいのが虫除けスプレーです。僕はこういう市販品の虫除けスプレーと、それから白粥、自分で手作りで、虫除けスプレーを作っています。今回はちょっと作ってみようというふうに思います。まずは僕が市販品で使っている虫除けスプレーをご紹介します。医薬品の部類を使ってます。虫除け成分 30% 配合って書いてあります。2017年にこの配合率の規制が緩和されました。もともと 12% だったものが 30% まで OK になりました。でこの成分は何かっていうと DEET っていうものです。虫は蚊とかブヨとかアブとか、その類はですね、人間の皮膚から出てくる CO2 二酸化炭素を感知して寄ってくるんですね。で DEET は何かっていうと、その虫の感覚を鈍らせます。 CO2 の感知能力を鈍らせてくれます。その DEET がこの医薬品のスプレーには 30% 配合されているということで、 12% から 30% になったんで、強力になったということです。ただやっぱり肌がデリケートな人はこの DEET が増えたことでちょっとこう肌荒れを起こしてしまったりとかするので、その辺は注意が必要です。市販品のスプレーは大抵こう箱から出すとこういう噴射式になっています。これでこう肌に吹きかけるんですけど、その時注意しなければいけないのはムラがないようにしなければいけません。ムラがあるとそこから CO2 が溢れ出てるので、虫が寄ってきます。なので、塗ったらこう手で伸ばす、まんべんなくその虫除けスプレーを肌に塗っておく、ガードしておくっていうことが必要です。もう一つ僕が使っているのは手作りの白粥を使った虫除けです。この市販品は効果が高いんですけど、こう肌荒れとか、それからあとはその匂いっていうのが嫌だっていう人にはもう手作りをこうおすすめします。で手作りなんで、この白粥、この匂いが虫嫌いなんですね。自分でその配合率を変えることでその匂いの強さを調整できます。なので強い虫除けスプレーを作ろうと思ったら、この白粥をたくさん入れればいい。虫除けスプレーとしても使えます。虫はこの白粥の匂いが嫌いなん で、一方で人間はこの匂い嗅ぐとスカッとするんですよ。気分転換になります。そういう使い方もできます。マスクなんかに吹きかけてる人も最近いますからね。それでは手作りの虫除けスプレーを作ってみたいと思います。使うものは白化油、エタノール、精製水、これは水でもいいです。そして、作った虫除けスプレーを入れるケース、注意点はこのボトルです。僕はこれ100均で買ってきた化粧品用のものなんですけど、もう 30ml 入ります。今回はこの中に虫除けスプレー入れますが、エタノールを混ぜるので場合によってはこの容器が溶けてしまうことがあります。なので購入前にこの材質を見ていただきたいんですね。ポリプロピレン、もしくはポリエチレンだったら大丈夫です。それ以外だと溶けてしまう可能性があるので注意してください。ガチオのランチャンネル、はい、それでは作っていきます。白粥を10滴、そして、エタノール、これを小さじ5ミリリットル入れます。1回
混ぜます。そしてこの精製水、水でもいいんですけど、これを最後入れます。でもう一度これを振る。はい、できました。手作りの虫除けスプレーです。ちょっと使ってみますね。あ、すごいスカッとする、いい匂いです。この匂いが虫嫌いなんですね。ただこの匂いがなくなってしまうと虫除けの効果もなくなるので、20分から30分に1回ぐらいの頻度で、かける必要があります。一方でこの虫除けスプレー市販品に関してはだいたい5時間から8時間持つっていう記載がある通り、やっぱり効果は抜群です。故にどういう時に使うかっていうことで使い分ければいいというふうに思います。これから走り始める時、長い練習をする時にはやっぱり市販品の虫除けを使った方がいいです。休憩をちょっとする時に、それから気分転換をしたいなっていう時には手作りのこの虫除けスプレーを使えばいい。まあ、理想は2つとも持っておくのがいいというふうに思います。どんだけの効果があるかっていうのを実証実験していきます。それでは行ってきます。これから試していきます。市販品とハーブイーを使った手作りスプレー、走り出す前はまずはこの市販品のスプレーを使います。夏にもかけた方がいいですね。やっぱり市販品は匂いがね独特です。手作りの虫除けスプレーを使っています。ああめっちゃいい、いい匂いだよ。これぼーっとしてる時にかけると目が覚めます。で殺してください。他に行ったらアウトだからね。市販品の虫除け、ガチオのランチャンネル。7時間ぐらい走ってきました。あ、虫除けしっかりと使いましたよ。スタート前に市販品の虫除けで、走ってる途中だとか休憩してる時に手作りの発火油のスプレーを使いました。結構ハーハーしてたから二酸化炭素を出してたんですけど、虫には刺されてないです。足は結構汚れちゃってますけど、なので虫除けの効果があったということにしておきます。ぜひ走るときはやっぱり2つ持ってた方がいいと思います。市販品の虫除けと手作りの虫除け、気分転換になりますので、ぜひご自分で作られてみてください。今後もランニング系の動画をどんどんとアップしていきます。今回のようなこういうグッズ系のご紹介だったりとか、あと練習メニューや、レースの実況なんかもしてます。ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、グッドボタン、コメントいただけるとすごく励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。